今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル、今日はですね、京都の桂川の河川敷に、朝ご飯をですね食べに来てまいりました。ちょっとねこの頃仕事ばかりしておりましたので、今日はよく考えるとお仕事昼からやなと思いまして、そうだ朝ごはんを桂川に食べに行こうと思いまして、このガタパウトチェアですね、もう今廃盤になって売ってないそうなんですけど、いつもキャンプに行ったら持って行ってるこのガタパウトチェアに、この懐かしい昔ということでもないか、よく、キャンプで使ってた、この何ちゅうやろちっこいテーブルを立てましてですね、これから朝ごはんの支度をしていこうという感じでございます。なんか今日のご飯チャンネルというか、なんかキャンプ動画みたいになってますけども、コンロを立てまして、これちょっと安物のコンロですね。なんかそこらに適当に置いてあったやつを持ってきたんですが、でこれこびりつかないフライパンに、卵焼きと卵焼き目玉焼きを焼きます。なんかこういうところでこう料理すると、なんでこんなに美味しそうに思えるんでしょうかね。で、ある程度焼き上がりましたので置いといて、これはですね昨日僕が作ったたけのこご飯でございます。これ持ってきましたよ。このたけのこご飯の上に、目玉焼きをのせましていただきましょう。あ、気持ちいいですね。おっさんが朝から何をやってんねやという、なんか一人寂しい絵に見えてるかもしれないんですが、本人は非常に最高な気分でご満悦しております。いやーこれうまかったな。こう見るとさらになんか寂しいっすねこれでもこの菜の花すごいでしょ。なんかこんな咲いてると思わなかったんですけど、でよく見るとね、なんかやっぱ撮影しに来たりされてるんですね。僕これ30年ぶりぐらいにここ来たんちゃうかな。いやもっとかな、小学校時以来とか言うともう40年超えてるんじゃないですかね、ぶりぐらいに来てみたんですけど、いやこんな近くにこんないいとこあるやんみたいな、もうここなんかテント張ってもう1日泊まりたいぐらいの勢いなんですけど、まあまあまあ河川敷やったらあかんやろなと。そうこうしているとですね、朝の散歩のおばちゃんが、朝飯食べに来ただけですけど、いつもうちばっかりだから。そりゃそうや。いやそれで炊いて近所なので。おー、そうそう、そらええわ、ここええもんな。そうですね、ああ遠いとこ行かんでもええし、まあ、目玉焼き焼いただけですけどね。それがまた美味しいやん、ね、格別やん、ね、こんなとこ来てな。これがすごいいいですね。そうやね、ほんまにこのこれと桜とがね、まあ、朝から散歩しはって偉いですね。いや私もそれこそここの近くやから、毎日桜の状態見に来て。桜咲いてるんですか。知らんの。そこ上がるやろ。あ、ほんまや、ものすごく綺麗。いやあれはね、あっち行ったらよかったすやん。え、すやけど人多すぎるわ。あ、人多いんですか。うん、もうそんなええカメラ持ってはるやろ。もう早いかでも満杯になるよ。ほんまですか。うん、今日お昼とか、もうね、もう隠れあの秘密のとこやからみんな見に来んね。というところで、奥に行ってみようと思ってですね、ご飯を早々に食べて、お片付けをいたしまして、奥のその桜咲いてるところまでチャリンコで、移動をいたします。なんかね奥の方に桜が咲いているそうなんですけども、これ大阪までつながってるんですね。逆行くと嵐山までつながっている自転車道なんですけども、
いやー咲いておりました。綺麗な桜が咲いておりました。もうちょっと遅いのかな多分、これ映画今日がもう最終最後の、日曜日ぐらいの感じなんじゃないでしょうかね。もう来週の、土日になると葉桜というかもう今でもちょっと葉桜になってるとこもあったんですけど、いやこんな早朝これ結構早かったんですけどもう首都だいぶ来られてましたね。いやー美しいです。花見久しぶりというか去年も一昨年も行ってないんちゃうかな。いやほんまに綺麗です。やっぱり外に出なダメですね。なんかお家で食パン食べてるよりは全然心が充実する感じですね。でこの桜と菜の花の黄色のねこの感じがすごいですね。僕ら小学校の時こんな咲いてなかったんやけどなと思って、あのおばちゃんにさっきの、聞いたら20年ぐらい前に植えはったんちゃいか言うて言うてはりましたね。この奥があの東海道新幹線とか走ってる、鉄橋なんですけども、まあ、鉄道好きだったのでここにね怒られながら鉄道公安に怒られながら写真をよく撮りに行ってたとこなんですよ小学校の時に。いやーでもね非常に綺麗ですね。いつ植えはってるな。場所この辺です。桂駅のこれで言うってわかるかな。まあ、ちょっと調べてみてください。あの八条通りの桂大橋の、東側の河川敷をずっと南に、自転車場下っていったら出てきます。公園とかもあってねすごい綺麗でした。ちょっと明日もう一回行ってこうかなと思ってるんですけどね、もっと早く5時とかに起きて写真撮りに行きたいですよね。というところで今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル今日のご飯チャンネル、チャンネル登録よろしければこちらでお願いします。毎朝7時にアップしておりますのでぜひご覧くださいませ。今日はちょっと、趣向を変えてというかちょっと長めの、動画でございましたが、また明日お会いいたしましょう。ありがとうございました。